ゆっくり手を下ろします。もう一度息を吸って上がります。頭の上で合掌、背骨をぐっと引き上げて、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。ちょっとなんかカメラの位置がいまいちよろしくないような感じなので、これで少しどうでしょうかね。はい、もう一度いきます。息を吸って上がります。頭の上で合掌、背骨をぐーっと引き上げたら、息を吐きながら頭の上に片手を乗せて体側に手を置きます。吐きながら頭を倒しましょう。首のこり、肩のこりほぐれますよ。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、頭を戻します。後頭部に手を置いて吐きながら、じゃあ膝の方に頭を倒します。このまま3呼吸キープ、首斜め後ろの筋肉をストレッチです。あと2呼吸1つ、ゆっくり体を戻して手を下ろします。ゆっくり上がりましょう。頭の上で腰を、背骨をぐっと引き上げて、吐きながら頭の上に手を乗せて、今度反対側行きましょうね。頭の重さは男女とともに約5キロと言われています。頭の重さを使って首のこり、肩のこりをほぐしています。吐いて体戻します。後頭部に手を置き換えて、膝の方に頭を倒していきます。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、ゆっくり体を起こして手を下ろします。もう一度上がりましょう。頭の上で合掌、背骨をぐーっと引き上げたら、今度は両手組んで肘と肘寄せて、吐きながら頭を下げます。首の後ろの盤状筋、首から肩の上の方に広がっている僧帽筋ストレッチです。このまま3呼吸キープ、首こり肩こり解消に効果があります。あと2呼吸1つ、ゆっくり体を起こしてお顔と胸天井に向けます。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、手をゆっくり下ろします。少しこれだけでも肩周り楽になっているんじゃないでしょうか。それでは足をほど伸ばします。足ほどく見えないね。はい、じゃあ足長座になります。はい、両手体側、息を吸って上がります。頭の上で腰を、背骨をぐっと引き上げて、息を吐きながら股関節から2つ折り、お腹と太もも、胸と膝、おでことすねがつきます。長座前屈のポーズ、このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、両手耳の横、息を吸って上がります。息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。それでは片足山形に立てて、またぎ伸ばしている足をまたぎます。反対の手でお膝抱えて、お尻の後ろに手をつきます。息を吸って背筋伸ばして、おへそ、お腹、胸、最後にお顔、あるのはテンドラアサナ、ねじりのポーズです。内臓に深い刺激が入り、内臓の不調を整えてくれるポーズです。このまんま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、ゆっくり体を戻して、頭を下げてねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じます。吸う息で体戻して、足戻します。反対側行きます。反対の足山形に立てて、伸ばしている足をまたぎます。お膝抱えて、お尻の後ろに手をついて、吸う息で背筋伸ばして、おへそ、お腹、胸、最後にお顔です。アルドマテンドラアサナ、ねじりのポーズです。内臓に深い刺激が入り、内臓の不調を整えてくれるポーズです。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、ゆっくり体戻して、両手体側、頭を下げます。ねじりを行った後のご自分の心と体の変化を感じます。吸う息で体戻します。はい、山形の足をマットに寝かせます。はい、じゃあ伸ばしてた足を山形に立てて、足裏に手を置きます。はい、ぐーっと足を伸ばしていきましょう。クロンチャーサナ、サギのポーズです。さあ、ハムストリングや皮腹筋ストレッチになります。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸1つ、はい、足を下ろします。はい、寝かせます。反対の足を山形に立てて、
て、はい、両手足裏に置いて、はい、息を吸って足を上げていきます。足裏しっかり伸ばしていきましょう。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ足をゆっくり下ろします。はい、そしたら足裏と足裏パタパタパタと揺らしていきます。はい、いかがだったでしょうか。はい、それでは足裏と、かかととかかとをおへその真ん中に置きます。で、お膝の上、手のひら天井、チムドラ作ります。顎引きます。まぶた閉じます。さあ、最後の呼吸調整を行っていきましょう。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそを内臓の奥に引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。ご自分のリズムでゆったりと呼吸を繰り返していきます。このまま1分間瞑想していきます。大きく息を吸って、愛、夢、希望、喜び、幸せ、成功、全部体に取り込みます。怒り、悲しみ、苦しみ、妬み、口から吐き出します。大きく息を吸って、嫌なこと、辛いこと、悩み事、全部口から吐き出します。吸い気でゆっくりまぶたを開けます。それではミニレッスンいかがだったでしょうか。またお会いできたら嬉しいです。作家でヨガ講師加古でした。はい、それではビデオ止めていきます。